褐色の恋人スジャータの名楽が3時をお知らせします。Now time is 3 o'clock. Thank you very much for tuning in 77.3 Fm Lovearth. I'm Yuko Nakauchi. さあ、時刻は3時になりました。この時間はまず駐車場の混雑状況をお伝えしましょう。会場周辺に設置してあります6カ所のパーク&ライド駐車場なんですが、6カ所ともすでに満車となりました。これ以上車入ることできません。これから万博会場にいらっしゃる方、マイカーではなく公共交通機関お使いになって会場までお越しください。そして博覧会協会からのお知らせなんですが、本日9月25日は閉幕日であることから非常に多くのお客様が来場しています。今後会場内の同時滞留者数が17万人を超える可能性があります。会場内の同時滞留者数、会場にいる数がですね、17万人を超えた場合にはお客様の安全性と快適性を確保させていただくため、一時入場見合わせ措置を実施し、入場ゲートで一時入場をお待ちいただくこととなります。したがって本日これからいらっしゃる方、これからの来場はなるべく お控えになるようお願いします。またこれから出発される場合であっても、出発前に今一度愛知9博のホームページや携帯サイト、または 77.3 FM ラバーズで一時入場見合わせ措置などに関する情報をご確認ください。そしてですね、愛知9博の入場券の販売は本日の午後4時で終了となります。非常に多くのお客様のご来場による夜間の会場混雑が見込まれるため、午後4時以降の入場券の販売は一切行いませんのでご注意ください。ということは、あと1時間で入場券も販売終了となるわけですね。いや本当に、いや最終日だなという感じがしてきましたね。でも FM ラバース深夜の1時まで放送ここでお送りしてまいりますので、皆さん、会場にいらっしゃる方スタジオの前に来て楽しんでいただけますし、お家で聞いていらっしゃる方、車で聞いていらっしゃる方は深夜の1時までお付き合いください。Ευχαριστώ την έκθεση Aichi 2005. Cảm ơn triển lãm Thế giới 2005 Aichi Nhật Bản. Grazie dall'Expo 2005 di Aichi. Shukran Aichi Expo 2005. 77.3 Aichi Japan. FM Lover. FM Lover. さあ、それではパビリオンインフォメーションをお届けしましょう。今まで FM ラバーズでは au の FM 携帯をお聞きの方にパビリオンまでの行き方